ですね、皆さん絶対値というマークは知ってますか？例えば3だったら3、マイナス2だったら2、これ知ってますか？知ってますか？ですね。で、ですね、まあこうなんですけど、まあこの3はそのままでいいんですけど、これマイナス2っていうのは実はこうなってます。今なんか中1が勉強さっきしてましたけど、符号を消すときはマイナスをつけるんですよね。でこういうふうになるんでしょ、きっと。だから正の数はそのまま、そのまま正、まあ、括弧のままにしちゃうんです。絶対値はこうなる。で負の数の時はまあマイナス負というふうにするらしいんです。これよろしいですね。これよろしいですね。で、まあちょっと待って、ちょっとこのスペースが節電って書いてあるんですよ、問題なんですが。で今からこれいきましょう。 x 足す3、これを外しなさい。どうやって外す？そのまま？いやでも負かもしれんぜ。負かもしれんよ。うん、いやでも正かもしれんよ。どうする？どっちもする。どっちもする、そうだよね。じゃあどういうふうにするの？どういう時が正、どういう時が負なの？でも x が0以上やったらマイナス1の時もいいじゃん。 x が、マイナス1正でしょ、マイナス2正でしょ、マイナス3になったらこの中何になる？そうだよね、マイナス3だと0だよ。ってことはもうこうなんだよ。 x 足す3が正の時、まあ、あと x 足す3が負の時に分けます。で、すなわち、まあ、これすでに皆さん疑問が起きてるんですけど、この時この角度に点数ですよ、もう。で、すなわち、別にすなわちはどれでもいいんですけど、 x がマイナス3の時とこうなります。君はこういうことを言いたかったわけね。で、一応ね、数直線書くといい。ずる数直線で、これ x って書いて、マイナス3で分けるのかな、こう。ほら、これ0になるので考えるわけ。いい。x が正とかじゃないんだよ。この中ですよ。中。そしたら、この時で、その時ね、またもう一つあるね。この時は、まあまあいいや、これ一番後で言うと x たす3。で、こっちの時はマイナス x たす3です。これよろしいですか？そうね。ほら、正の時は、正で負の時はこうつける。ところでね、聞きたい、ここイコールついてるよね。こっちイコールついてないね。あ、こっちイコールついて、こっちイコールついてないね。なんで、なんで、この人いい人だよ。あなたが書いたからとか言われたらショックだったんだけどねでもまあ考えてるから偉い。なんで、まああなたが書いたからなんだよ。どっちもつけたら0が被るかな。うん、まあもうそれどっかで見てきてるかもしれませんけど、ともかく両方ね、こういう時はイコールつけてみる。つけてみたらマイナス3がこっちも入るしこっちも入るけん、分けたことになる。そうだろ、分けられない。だから分けるためには片方につけて片方つけない。したらそこでね、こっちつけてこっちつけないありますかって言ったらありです。片方つけて片方つけない。で、大体正の時にイコールつけます。いいですね。だからそれでいいです。で、こうなります。よろしいですね。これはこうなります。いいですね。で、次ですね。これが1ってなったらどうなんでしょう。これを解きなさい。解きなさい。これを解きなさいってなったら、やっぱ一緒なんです。これじゃ解けないんですよ。これ、絶対値外さないと。絶対値外さないと。あ、絶対値って一応漢字こうですね。すいませんね。で、漢字間違った、怒られるんですよね。したらこうだったら、とりあえずこれ絶対値を外さないと解けません。解けません。だからやっぱ同じなんです。ここは同じです。の時にこうなります。そして x はマイナス2イコース、これぐらいで、でこっちはこっちに x 持っていった方がいいんだよね。まあ後々あるからね。マイナス3だからマイナス4とこうなります。でそこでポイント、ポイントはね、これマイナス3以上の時で
マイナス3以上になってるから OK。 これマイナス3より小さいところでマイナス4だから OK。 これが時たまね OK じゃない時あるわけ。その時は解なしになる。いい？ちゃんと条件がある。マイナス3以上の時とマイナス3より小さい時って言って、その条件に当てはまってるから OK です。でいいですね。今のところついてきますか？はい。で次はこうなったらどうしようと、こうなったらどうしようって言うんだけど、やっぱりこれ一緒なんです。ここは一緒なんです。で式がこうなるわけですな。でこうなるわけですよ。でこれで終わりかというと終わりじゃありません。なぜかというと連立不等式になってるわけだな。連立不等式で一応連立不等式を解くと、こっちはマイナス2以下、あ一応 x って書きますよ、はい、で、マイナス3以上ですね。だから、まあ、こうだろうと。でこっちですね、こっちはですね、これ白丸ですね。マイナス3より小さい時にマイナス3以上とこうなります。だからこうなります。いいですよ、ここついてきてます。ここからちょっと今日から参加している人は苦しいんですけど大丈夫ですね。連立不等式ですね。で寄ってと書きます。寄ってこの2つより、じゃこれ1番にしましょう、これ2番にしましょう。両方とも正しいんでしょ。この時の答えはこれ、この時の答えはどうってことは、全ての答えはどうですか。両方とも OK ですよ。だからつなげます。マイナス4からマイナス3で、もう1個はそれ色つけましょうかね。こっからマイナス2、そしたら全部 OK でしょ。この片方は赤の時はマイナス3はダメだけど、あダメなんですよ。ところがこの青の時にマイナス3 OK だから、 OK なんです、 OK なんです。例えば両方とも白丸だったらマイナス3を外さないといけません。でも片方 OK なら OK なんですよ。だから答えはマイナス4以上、なんか小なりイコール、小なりイコールマイナス2、これ小なりイコールと言います。入ってないかもしれないけど、まあいいですね、はい、こうなります。ということです。そしたらこの間の数字をここに入れたら成り立ちますというふうになります。いいですか。であと一つ話したらメモの時間を与えますんで、あと一個あるんですよ。あと一個は何かというと、じゃあこの問題はどうなりますかと、このグラフを書きなさい。こう来た時です。一緒です、やっぱ一緒です。そしてこれが単にこっち側が y イコール x プラス3、y イコールマイナス x プラス3ってなるだけでございます。でグラフはどうなるかというとですね、ちょっとこっち入るかどうか知りませんが x で、でマイナス3以上の時だから、マイナス3以上の時は y イコール x プラス3、 y イコール x プラス3のグラフです。でこれはまあ括弧外してマイナス x マイナス3でいいんですが、マイナス3より小さいときはマイナス x マイナス3だから、まあ多分こうで、こうマイナス3、こっちは y イコール x プラス3、こっちが y イコールマイナス x 3ですね。こうなります。 Thank you。 そしたら疑問点ありますか？ y イコール x プラス1、ああ胸3ですね。これあれかん、修正しよう、どうやって修正しようまあいいでしょ。いや、取り直したくないな過去ないと下にテロップ入れておきます、はい、じゃあ、ということで、疑問ありますか今の話。大丈夫ですね、じゃあメモってください。で、まだ次がありますからね